お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日はありがたいことでご質問いただきましたので、質問回答コーナーとさせていただきたいと思います。今日いただいた質問はこちら。なぜバーボンウイスキーだけ国の名前が入っていないのか、簡単に解説したいと思います。今回質問をくれたのは、最近ウイスキーを飲み始めたよという若手の S ちゃん。スコッチウイスキーやアイリッシュウイスキー、カナディアンウイスキー、全部国の名前なのに、なんでバーボンウイスキーだけ国の名前じゃないのかというのが疑問だったようです。これすごくいい質問だと思います。実はバーボンウイスキーというのはアメリカンウイスキーという中の一つの種類だからです。アメリカンウイスキーの定義とは、連邦アルコール法では穀物を原材料とし、オークダルで熟成、コーンウイスキーは関係ありません。さらに95度以下で蒸留、40度以上で瓶詰め、これがアメリカンウイスキーの定義になるわけですが、この定義をちゃんと守った上でバーボンウイスキーの定義を守ったものがバーボンウイスキーとなります。バーボンウイスキーの他にも 51% 以上のライ麦が原材料となっているライウイスキー、テネシー州で作られチャコールメロイン製法を施したテネシーウイスキー、 80% 以上コーンが原材料となっているコーンウイスキー、この子たちもどれもアメリカで作られており、全てアメリカンウイスキーの中の種類だと思ってください。アメリカで作られたアメリカンウイスキーの中の一つの種類、それがバーボンウイスキーです。簡単でしたが分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。